皆さんこんにちは、北村ひかると申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はまた恒例になってしまいますが、2023年4月のロシアの全体運を占ってみようかと思っています。では早速、占っていきたいと思います。前回はね、日本とウクライナ4月占ってみたんですけど、ロシアもちょっとね、先月いろいろと大きな変化ありましたね。例えばですけど、プーチン大統領にね、国際指名手配されちゃって、ちょっと他のところと核の関係もありますからね、ロシアもどうなるでしょうかって感じで、ね、思いますけど、3月は冥王星と土星が動いた2大イベントがありましたけれども、それはね、世界全体でもね、影響ありますからね、どうなるでしょうかって感じですよね。プーチン大統領はね、逮捕状出たとしてもね、なかなかね、そういうのは国際手配とかされても捕まる確率はね、低いとか言ってましたけどね。それの影響なのか、なんかね、他の国とちょっと核のことも関することニュースもありますからね、ちょっと不安ですけど。ではロシアの、まずはね、1年間をタロット、あ、1違います、4月、2023年4月全体的な動きをタロットカードでまず見てみたいと思います。その後ルノルマンカードでちょっと上旬、中旬、下旬といつものように見てみようかと思っています。では、ロシアの4月見ていきます。どうしようかな、伏せときます。まずはね、一番気になったのが国民の状態のポジションがね、死神が出てるんだよね。なんか日本を占った時も結構そういう死神が出てたかな。停止っていう意味のカードなんですよね。だからなんか国民もね、なんかね、ちょっと4月はね、動きが止まりそうな感じがする、ような感じ。でもね、生活はね、なんかいい感じばれ、国民の生活はね、結構安定するような感じばれてはいるんですけどね。でもなんかちょっと停止みたいな感じが出てるかな。なんかそこの物質的なものとか支援とか、そういう財政の状態とかはマジシャンが出てるから、何か新しいね、きっかけので、財政がね、伸びていくみたいな感じは出てますね。通信とかそういう情報とかのところではね、だから交流みたいなところではね、ラバーズの逆言われてるんですよね。だからなんかそういうね、対人関係が良くないとか、誤った選択をしてしまうとかっていう、誤解とかっていう意味もあるからね、なんかそういうね、変な誤解をね、ロシアはね、受けそうな感じがしますよ。だから見えない部分とかも、あまりね、イメージ的にはね、あまり今良くないイメージをされてるとは思うんだけど、ますますなんかね、そういう誤解を招いてしまう感じがしますよね。で、社会的地位のところがね、なんかね、これ、政府時とかそういう地位が上の人とか、国民の代表ってことになるからね、大統領のポジションにもらえるかと思うんですけど、ソードの天の逆位置が出てるんだよね。これはね、逆位置だから、政治じゃないから、いい意味で捉え、いい意味になるんですよね。だからね、希望が見えてくるとか、
視野が広くなっていくとか、うん、新しい解決方法が見つかるとかっていう意味のカードが出てる。なんかちょっとね、そういうね、まあ逮捕状出たことによって何か変わっていくとは思いますけどね。であとはね、まあ国民の状況はね、なんかねやっぱりね監視されてるような感じはしますよ。上から監視されてるような感じはする。ちょっとね犯罪的なものがねちょっと怖いなっていうのが出てるかな。なんかねワンドの6の逆位置が出てるんですよね。これはね勝利が遅れ、まあ普通の一般的な意味とかだったら勝利が遅れるとか敗北とかっていう意味があるんだよね。だからなんかそういう、例えば今紛争とか起こってるじゃないですか。そういうのに参加できない人にはねすごいペナルティがね課せられて大変なことになるとかっていう人とか、そのねあの待遇、まあ軍事出てる人とかにとってはすごい待遇が悪い人がなんかねやらかしてしまうそうな感じのカードがなんか出てますけどね。これとも復讐カードも出てますからね。じゃあちょっと開いてみましょうか。あ、スターの逆位置が出てるね。だから願望が達成しないとかうまくいかないとか、だからちょっとロシアはねこの4月はねちょっと動きがダメになって、なんかやっぱり思うようにうまくいかこと、こはスムーズに運ばない月になりそうな感じがする。まあ、それによってなんか国民の皆さんも結構ねだから動きが止まりそうな感じがするかな。まあなぜかというとなんかそのやっぱり上からの政府とかの圧力がやっぱり強いなっていうのがあるかな。それによってちょっと不満がね増えていきそうな感じはしますよ。だからまあそんな感じかな。でもなんか国はね防衛のところとかもねだからワンドが出てるからね、防衛のところとかは一応ね計画的に物事が運びそうな感じはするけどね。でもなんかねここがねカップのクイーンが出てるんですよね。逆位置が出てるんだよね。だからちょっと逆位置だからちょっと感情的に不安定になるとか、なんかちょっとこれ戦争のポジションにもなるんだよね。だからそれによってだからちょっと国民もねちょっと、疲れる感じはするかな。でもやっぱりちょっとねこ他の国からねちょっと交流がねちょっとね他の国との交流もねちょっと薄くなりそうな感じはしますね。他の国とのまあこれも隣の国ともありますし、そういうのがねちょっとね薄れていく感じはしますね。まあそんな感じでちょっと簡単に見ていきましたけれども、だからちょっと国民のね考えがちょっと不安ですよね。じゃあ次にルノルマンカードでロシアの4月を見てみたいと思います。まあ、いつものように上旬、中旬、下旬、まあ、4月30日までありますので10日ごとでちょっと区切ってみたらいいと思います。まあウクライナもねなかなかちょっと守りの前回見た時に結構守りの体制に入るみたいな感じで出てたしね。あとロシアがねまた核兵器をねまた使うんじゃないかという、やっぱり逮捕状の刺激でねそういうのもゼロではないですからね、ちょっと意識はしといた方がいいと思いますよね。
やロシアの4月全体運をルノルマンカードで見ていきたいと思います。十字架が出てるなぁ。おー、キツネか。あ、ごめん、よいしょ、ごめんなさい、逆でした。なんかウクライナと比べたらなんか反対な感じがする。ウクライナはなんかここら辺がねあまり良くないカードが出てたんですよね。なんかロシアにとってはね前半がねちょっと前半がね、まあでも悪くはないです。これがキーカードにあるんで、ロシアの場合はね、4月の上旬頃はね、結構ね、動きがね、ちょっと止まるような感じがする。まあそれというか、十字架が出てるから、なんかそういう抑圧とか、負担とか、なんかちょっと、そういう、まあいろいろと、なんか重いものを背負ってるような感じが出てるね。うん。そのためね、ちょっとね、感情的になってしまって、ちょっと、先々進めようとしない感じがする。4月の上旬はね。でも4月の中旬になると、星が出てくるんです。星が出てくるから、なんか、ことがスムーズに運ぶような感じがしますよ。ただそれはね、なんか狐が出てるから、そういうなんかちょっと、悪巧み的なものが、ちょっと中には含まれてる感じがする。で、後半です。後半はね、木が出てるんです。木が出てるのと太陽が出てるんです。まあ、そのね、今まで克服した、きたものがね、いい方に続いていくみたいな感じで出てる。でも、なんか自分、ただ、それはなんか、いい方には行くんだけど、なんかただ自分の国を守りたいっていう意志は気持ちが出てくるから、まあ、ちょっととどまるような感じはしますよ。なんか結構我が道を行くような感じがするけど、なんかねちょっといやらしいこと考えてるような感じがするから、それには注意した方がいいかな。でもそのいやらしいことの考えが逆になんかロシアにとっては良かったようなことに出てるから、まあ、それでなんか自分の地位を守れるような感じがするから、まあそういう守りの体制に入っていくような感じはしますね、全体的に。だから動き、ロシアがちょっと動き出すとしたらやっぱり4月の中旬頃かなとは思います。まあちょっとねこんな感じで曖昧になってしまいましたが、なんかちょっとね負担が大きいねと思う。まあもしかしてだからその政治が変わっていくのかもしれないし、さっきのタロットで見た時にだから騒動の銃がの逆位置が出てたから、だからなんかちょっと希望が見え始めるっていうのもあるから、なんかすごい革命とかが起こるんじゃないかと思ったりはするんだけど、でも結局それがね星の逆だからあだとなって守りの体制に入っていくのかなって感じはしますからね。まあちょっと国民がだんだん大変な時期になりそうな感じはしますね。まあ、今日はこんな感じでちょっとロシアを4月を見てみましたので、あくまでご参考までにお願いいたします。北村でした。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。